富永雄林明治33年12月20日は、江戸時代末期の長州藩士、儒学者。意味川徳、後に徳彦。通称は野兵。雄林は、字で、論語の、徳はこならず必ず隣ありから命名したとされる。文政四年、須を国吉時期、軍末村にて誕生。幼少の頃に、天然痘にかかり、右目を失明する。九歳で、 長州藩藩校、名林館に入り、13歳で、反生子に、大学に講じた。成人後、故障を務めるが、他人と打ち解けなかったために、同僚、親族らに憎まれ、家営5年に、冤罪で、三島に流され、家営6年には、萩野山国に移された。そこで、同じく遊兵中であった、吉田松陰と、意気投合し、安政4年の出国後は、 松影の松下村塾で講師を務めた。安政の大国で松影が捕らえられると、吉木軍に帰って、愛を二島村にて、蒸気塾を開いて、尊皇論を説いた。慶応二年の四堺戦争では、英部隊を率いて、石州、芸州口で幕府軍と交戦した。だが、明治維新後の開国政策への不満から、大落玄太郎と共に脱退騒動を起こして、 敗北、各地を逃亡した。明治10年に逮捕されて2年後大審院において有罪判決を受けて国事犯として石川島監獄に収容される。明治17年に特赦により釈放され、明治19年に熊毛群城南村に住む実前のもとに身を寄せて、嫌い塾を開いて更新の指導に当たった。著書に大学術技、中央儀家、 平洋六具時期などがある。明治33年、死去。なお国木田独歩の小説、富岡先生の主人公のモデルは晩年の幽林である。ありがとうございます。